皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。皆さんは自分自身のことどれぐらい知っていますか？自分のことが意外に自分が一番知らないっていう人も多いんじゃないでしょうか。自分がどういう星の下に生まれたのか知りたい方へ、今日はカイヤ島の占い師卑弥呼さんをご紹介したいと思います。この動画を最後まで見ていただくと、私がどういう星の下に生まれてきたのか、私の使命や一緒に遊ぼうの未来について知ることができます。少し長い動画にはなってしまいましたが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ニンニクハンターチャンネルではこれからも一緒に遊ぼうの情報をどんどん取っていきますので、できましたらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。こういうのって嬉しいですね。占い師卑弥呼さんは酒神さんやハピマルさん、公式パートナークリエイターのムラリアさん、他にも一緒に遊ぼうのいろんな YouTuber さんの占いをしてきたようです。当たるという評判なので、以前の動画もぜひ皆さん見てみてください。それでは卑弥呼さん、今日はよろしくお願いいたします。卑弥呼さんのチャットは全て残してあります。そうそう、ニンニクハンターってそういう性格だよね、ここが当たってると思われた方はコメント欄の方によろしくお願いいたします。卑弥呼さんはタロットと宿用占星術で占ってくれるようです。私はですね、あまり占いは詳しくないんですけれども、どうやら27種類のうちの流宿という分類に分けられたようです。その27種類の中で一番の切れ者のようです。なんか嬉しいですね。頭の回転が速く、頭脳明快な人が多い星のようです。見た目や外見は穏やかで温厚なのですが、実際の気質は激しく突然人が変わったり豹変します。でもそのギャップが魅力的になるようです。怒りっぽく、怒った時の激しさは凄まじいようです。敵に回したら恐ろしいタイプです。善と悪の両方を兼ね備えていて、両極端な性質を持っています。善と悪の両方を受け入れる特殊な人間のようです。大きな目的を持つ人で、向上心が人一倍強く、成功して権力を握ることを目指しています。自分の目標を達成しても満足がいかず、それが自分の家族や社会のためになっていないと気が済まない、周りの評価が何よりも大事としています。のんびりした楽な人生を送るタイプではなく、精神的な安らぎよりも夢中になって何かに取り組んだりしている時の方が幸せを感じるようです。あなたは台風の目の中にいる鳥です。渦巻くようなエネルギーを持っているようです。社会意識が高くて、トラブルやみんなが嫌がることを進んでやったり解決したりするのが得意です。あなたは我が道を行き、独立しながらも自分の個性と才能で進み、その方が成功するという運命のようです。直感が優れているので、計算せず勘でいくのがいいようです。何を決めるにも自分の勘で言ってください。仕事面も見てもらいました。私が向いている仕事は学者やジャーナリストのようです。グループの中にいるよりも一匹狼が向いてるんですね。海外に縁があるようです。貿易関係もいいみたいです。私の使命は世の中の人の役に立つ仕事で活躍することのようです。他人を救うのが私の使命なんですね。さあ、私と同じ星の芸能人は誰がいるんでしょうか。トム・クルーズ。
井上陽水。続いて恋愛も見てもらいました。他人のものを奪いやすい傾向があります。ライバルがいる方が頑張れます。相手に対して物事をはっきりさせたり、白黒つけたがるので、それがトラブルの原因になります。晩婚型。再婚、離婚も多い星のようです。年の差もあります。外国人との縁が非常にあります。とても気が利くので、結婚したい男性ナンバーワンの星のようです。この人と決めたら、かなり尽くして大切にします。私はとてもエネルギーがパワフル、エキサイティング。マイナス面を言うと、感情に溺れやすいです。月の影響をかなり受けてますので、感情に流され行動してしまいます。太陽より月の影響が強いです。そして先ほども直感に優れてると言いましたが、他人の感情を敏感にキャッチします。それが私の能力なんですね。知識も豊富、財運もあるんですね。もっと政治や教育に目を向けるといいようです。そっちの方向性がとっても合ってるようです。私と相性のいい人を見てもらいました。それはなんと卑弥呼さんでした。卑弥呼さんとならベストパートナーになれるようです。そう言われると意識しちゃいますよね。先ほどライバルがいた方が燃えるとか、他人のものを奪いやすい傾向にあるというふうに言われたんですけれども、さすがに結婚してるとそれは無理かなと思いますね。ここで私が一番気になっていることを聞いてみました。一緒に遊ぼうの未来はどうなりますか？5年間はこのまま上がり続けます。去年からずっと2027年まで爆上がりのようです。2028年からやや下がり気味です。5年間は安泰のようです。 YouTube ですが、私のやりたいように自分のありのままでやった方がいいようです。ファンがもっとつくんですね。これがキーワードになるようです。恋愛なんですけれども、今はですね、私はいいパートナーはいないんですよ。今年の年末に出会いがあるようです。これは嬉しいですね。年末あたりにとてもいい縁があるようです。アンテナをビンビンに貼っときます。私は何事に対しても目標が高いようです。少し目標を下げることを意識してみます。夢と現実のギャップが激しいです。夢が大きくなると問題が生じます。そして権力にすり寄るのも気をつけてください。私が生まれてきた意味は、使命は他人を救うことです。頑張ってくださいというお言葉をいただきました。今日は長い時間占ってくれてありがとうございました。ありのままでいいんだよという言葉を聞けて本当に良かったです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。